はい、こんばんは、ナナデです。ということで、先ほど終わりました、J リーグ第16節ですかね、アビスパ福岡と浦和レッズの試合のマッチプレビューをやっていきたいと思います。ということでね、今回も勝てませんでした。まあ、福岡の守備が硬かったっていうのもあるとは思うんですけど、0対0のスコアドローという結果になってしまいました。まあ、結果に関してはね、まあ残念だし、まあ批判されるべきものかなと思うんですけど、まあ試合の内容について喋っていきたいと思います。ということで前半ですね、前半試合開始と同時にですね、比較的浦和がうまく崩せて、秋元のポスト直撃のシュートとか、ね、福岡相手にね、最初に先制点取れると非常に大きいんだけど、まあポストに当たってしまうということで先制点にならないと。で、その後はね、少しずつね、レッズの攻撃に対して、最初は後手を踏んでた福岡が慣れてきたっていう部分はあったんだけど、まあそれでもしっかりレッズが丁寧に繋ぎながら攻撃を仕掛けることで、ほぼ福岡は攻撃ができない。前半ね、一回、山岸のヘディングシュートかな、が、まあ一回決定機としてあったかなぐらいで、あとはほとんど攻撃をさせてないですよという形で、まあレッズの試合のあの前半っていうのは非常に良かったと思います。まあその中でね、大畑が左サイド崩して、グランダーのクロス松尾がスルーして中に誰もいなかった部分とかね、まあこれが大きなチャンスだったかなと思うんだけど、なぜあそこに誰もいないのかっていう話で、入ってくるべきは多分秋元だと思うんだけど、チームとしてああいった形で左サイドで、しっかりボールが崩せそうな時は、右サイドの、選手はしっかりとゴールに詰めていきましょうねという約束事とかがあるのかなっていうのがちょっと疑問に感じた。秋元が言い悪いじゃなくて、あそこ徹底して右サイドの選手はあそこに入っていくんだよっていうのができてれば、まあ、点が取れたシーンだったと思うし、今までずっと点が取れてないのが決定力不足っていう言葉で片付けてしまうのではなくて、ああいう細部、しっかりと約束事として、こういう攻めで点を取りましょうっていうのが、まあ、ちょっと足りなかったシーンなのかなと思いました。ということでね、0-0 で前半が終わって後半を迎えてくるということで、メンバー交代なしで進むんですが、後半もね、しっかり浦和レッズがボールを握って丁寧に攻めていくっていう中で、やっぱね、福岡ほとんどチャンス作れなくて、終盤ちょっとオープンな展開になった中で、運ばれてクロスを上げられるシーンっていうのはあったんだけど、シュートに関しては、一回中盤でぐしゃぐしゃってなったところから持ってかれてルキアンに打たれたシュートぐらいかな。まあそれもね、そこまで決定的っていう感じではなかったので、守備に関してはこの試合非常に良かったのかなと思います。で、得点に関しても、前節のセレッソ戦とか、ちょっと後半どうにも得点の匂いしないなっていう形だったんだけど、今回に関してはファーサイドに、インスイングのクロスを入れて、ファーで秋元が飛び込んでみるだとか、あとロスタイム岩波もあったよね。そういった部分もあったし、まあね、もうちょっとシュートの意識持ってもいいかなっていうのはあったんだけど、点を取るために工夫をしているっていうのは、まあ感じられたしね、伊藤敦樹のオフサイドになったポストに当たったシーンも、あれ多分 VAR で、見られたらオフサイドじゃなかったと思うんで、あれしっかり枠に蹴り込めていれば、得点だったと思うんだけど、あれも、岩波が持ち出して、3列目の伊藤敦樹がラストパスを受けるとか、今まで非常になかったシーンで、面白い攻撃ができたかなと思うし、まあね、福岡のね、守備が硬いっていうのは分かってたので、その中で1点取れるかっていうゲームで取れなかったっていう部分は、まあ、課題も残るし、今このね、8試合、9試合、勝ちがない状況っていう中で、この試合をよくできたけど、まあしょうがないよねっていう部分では片付けられないとは思うんだけど、まあ、ちょっとね、セレスト戦に関してはね、見ててこいつはやばいなと思ったんだけど、まあそこまでの絶望感はなく、次に期待できる部分もあるのかなと感じられた試合でした。まあちょっとね、リカがこのまま続けるのかとかも、サポーターの間でを中心にちょっとざわざわしている部分があるし、こっから、天皇杯を除いたらちょっと時間が空く中でどういった形の方向性が出てくるかわからないんだけど、
まあね、残留争いをしているのは事実だし、今回の試合を見る限り、そこにいるチームじゃないのはもう事実かなと思うんだけど、まあね、得点取らないとやっぱり勝てないし、勝てないと勝ち点3が取れないっていう部分で、引き分け、毎試合引き分けてたら残留できませんよっていうことなので、とにかくね、早く勝ち点3が欲しいなと思います。まあね、残留に関して自分としての危機感として、まあ流れとして良くないなとか、余裕はこいてられないなっていう部分はあるんだけど、まあ、しっかりね、なんだろう、もっと、こう、ビリで独走とかになっちゃうと、厳しいなっていう形になるんだけど、まあこの勝ち点1ずつを積み重ねていけば、ほんとどこかでね、勝ち点3を続けて取れる試合が出てきて、まあある程度残留っていう部分は見えるようなことが来ると信じてるし期待しているんですが、まあ油断はできないのでね、そういった形で、まあ一回ね、天皇杯を除いて試合が開くので、そこでもう一回ね、どうやったら点が取れるかっていう部分に関しては、浦和レッズに関しては、どうやってチャンスを作るか、攻撃を組み立てる部分からの、後ろからの攻撃の組み立てっていう部分ではできてるんで、逆にゴールから逆算した。こういうところでこういう動きしないと相手困らないよね、みたいなところの、ゴール前の質っていうのを、もう一回上げてもらえればなと思います。ということでね、まあ本当にね、もう3ヶ月勝ちがないとね、よっしゃーってならなくて、辛い辛い、時期が続きますが、まあね、レッズが苦しい時はね、まあサポーターとしてもね、同じ苦しみを味わいながら前に進んでいくしかないのかなと思いますので、まあ監督人事とか結果がどうなのかわかんないんですけど、まあ決めたことにね、まだね、そうじゃないだろうって騒ぐ時ではないと僕は思うので、ある程度、まあ、チームが決めた結果をリスペクトして応援していきたいなと思います。ということでね、今回ここまでになります。次こそはね、浦和レッズ勝ちましたって。まずはね、天皇杯どうやって試合見るかちょっと、テレビ放送とかもまだあんま把握してないんですけど、見た上でレビューは、勝ったっていうレビューをね、久しぶりにあげたいと思いますね。ということで、今回ここまでです。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良かった、という方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ナナナでした。